ばんは、ドラムのマリです。今日も最後まで動画見てくださってありがとうございます。今日はメアリーズブラッドのアニソンカバーアルバムリアニメーターに収録されているインボークを叩いてみました。この曲なんですけれども、イントロの時点からねすごくテンションが上がるんですけれども、特にサビが頭を振りたくなるような感じで叩いてます。で、最後のサビはフィルインもすごくたくさん入っていて、リズムも倍になってね、すごくライブ感たっぷりで、お客さんがこう目の前にいるんだっていうような気持ちで演奏をしました。最後も CD ではフェードアウトになるんですけども、ライブの時はねアドリブでいろんなフィルインを入れたりしてたので、そんな感じで盛り上がって叩いてみました。ということで、リアニメーターの曲はやっぱりね、自分たちでカバーさせていただきたいということで選んだ曲ばっかりなので、本当にテンションが上がるんですけれども、他にもいろいろ叩いていけたらなと思っています。ということで、また、来週も動画見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。マリでした。